こねにゃちは、シンバです。2024年6月のガンプラやサーティーミニッツシスターズなどの新発売と再販情報、5月19日更新版です。再販予定に関しては、バンダイからの正式情報はなく、ネットの情報によるものですので、ご理解よろしくお願いいたします。2倍速機能や概要欄のアイテム別チャプターをご活用ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。2024年6月のガンプラの新商品は、ハイグレードが1アイテム、ガンダムサイドエグ限定のハイグレードが1アイテム、オプションパーツセットガンプラが3アイテム、マスターグレードが1アイテム、SD ガンダム関連が1アイテムの合計7アイテムです。また、ガンプラ以外の新商品は、30ミニッツミッションズ関連が2アイテム、30ミニッツシスターズ関連が2アイテムの合計4アイテムです。2024年6月の再販予定は、ハイグレードが45アイテム、オプションパーツセットガンプラが1アイテム、リアルグレードが10アイテム、マスターグレードが13アイテム、パーフェクトグレードが2アイテム、SD 関連が6アイテムの合計77アイテムです。また、ガンプラ以外の再販予定は、アクションベースなどが9アイテム、ハイグレードが2アイテム、30ミニッツミッションズ関連が16アイテム、30ミニッツシスターズ関連が20アイテムの合計47アイテムです。それでは6月新発売のアイテムから早速見ていきましょう。HG インフィニットジャスティスガンダム2式、発売2024年6月、税込み3080円。脚部に回転軸を追加し、足のしなりを表現。4枚のウィングは個別で上下に展開し、ビームエフェクトが付属。シルバー部分には金属光沢感をアップさせたリアルメタリッククロスインジェクションを採用。頭頂部に取り付け可能なエフェクトパーツが付属。シールドのビームブーメランは取り外して手にも保持可能。HG ジム3アクシズショックイメージカラー、発売2024年6月、税込み1980円。劇中でのニューガンダムに加勢してアクシズを押し返そうとするシーンをイメージしたメタリック成型色で立体化。ポリキャップも新規成型色。ワイザー部はクリアパーツで表現。多彩な手首パーツが付属。オプションパーツセット、ガンプラゼロ2、ランチャーストライカー&ソードストライカー、発売2024年6月、税込み1210円。完全新規造形で、別売りのエントリーグレード、ストライクガンダムなどと組み合わせて、ランチャーストライクガンダム、ソードストライクガンダム、さらにオプションパーツセット、ガンプラゼロ1、ゲールストライカーを組み合わせて、パーフェクトストライクガンダムを再現可能。キットに応じて選べるジョイントパーツが付属。オプションパーツセット、ガンプラゼロ3、ビルドハンズ角型、発売2024年6月、税込み660円。左右、S、M、L の3サイズ、平手、武器持ち手、拳手の3パターンを収容。写真は各1セット分、計18個ですが、実際はさらにもう1セット分の36個が付属します。オプションパーツセットガンプラ、04、ビルドハンズ丸型、発売2024年6月、税込み660円。左右、S、M、L の3サイズ、平手、武器持ち手、拳手の3パターンを収容。写真は各1セット分、計18個ですが、実際はさらにもう1セット分の36個が付属します。マスターグレード、シナンジュスタイン、ナラティブバージョン、バージョン過渡期、発売2024年6月、税込み8800円。エングレービングはパーツ分割で色分けを再現。ビームアックスは連結して、長大なビームなぎなたとして装備でき、シールドに装着したまま、ビームパーツの展開も可能。ハンドパーツには、エモーションマニピュレーター SP を採用。ゾルタン・アッカネンのフィギュアは座り、立ちの2種が付属。SD ガンダム、クロスシルエット、ガンダムキャリバーン、発売2024年6月、税込み1980円。ハンドパーツは武器持ち用の握り手、表情付き平手が左右付属。ビットステーブを全身に装着するビットオンフォームも再現。バリアブルロッドライフル後端のクアドラスラスターは開閉可能。可動箇所を設けた脚部はハイマニューバモードに変形可能。バーメットスコア5を表現した赤いシルユニットも選択式のシールで再現。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセット16、アームユニット、レッグユニット1、発売2024年6月、税込み1188円。筒状のアームパーツを組み合わせて、ロケットランチャーが再現可能。ハサミ状のアームパーツは開閉が可能。その他、重装感あるレッグパーツや、バーニア状の足先のレッグパーツ、シーリング形状パーツ、新規造形のヘッドパーツやボディーパーツ、ジョイントパーツが付属。30ミニッツミッションズ、バスキーロット、ブラウン、発売2024年6月、税込み1628円。
最多の 3mm ジョイントを搭載。 C タイプジョイントが組み込まれたバックパックは展開が可能。武装はライフルとシールドが付属。シールドは両面に複数の 3mm ジョイントを搭載。ボリューム感のある造形ながらも膝立ちが可能。新デザインのロイロイが付属。分解し頭部へのカスタマイズも可能。30ミニッツシスターズエリエデエリエリカエレガンテフォーム発売2024年6月税込み3850円。花の色はカラービーで、通常、笑顔、狙いの3種の担保印刷表情パーツが付属。翼は多軸可動し、組み替えて大型のボウガンへの変形が可能。矢のシャフトには金属パーツを使用して質感を表現。台座も付属し、浮遊感あるディスプレイが可能。30ミニッツシスターズオプションボディーパーツビヨンドザブルースカイ1カラービー発売2024年6月税込み2420円。ティアー社や同月新発売のエリエネエリエリカと同じ素体色で、胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を、スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。マイクやマイク用のハンドパーツのほか、桜木マノや大崎アマナには付属しない大きさの異なる胸部パーツ2種、長さの異なる太ももパーツも付属。ここから6月再販予定です。 HG ガンキャノン箱番号190番、発売2015年6月税込み1320円。広い可動域により迫力のアクションを再現。腹部の可動により前屈が可能。かかとは接地性を高める構造を採用。握り手のほかポージングの表情を豊かにする平手パーツも付属。機体番号108、109、203のマーキングシールが付属。HG ジム箱番号20番、発売2001年4月、税込み770円。表情のついた左手首で魅力的なポージングが可能。ジムのパイロットで唯一名前がついているのがシンで、第36話の前半に登場します。一度チェックしてみてくださいね。 HG シャア専用ザク2箱番号234番、発売2020年7月、税込み1760円。モノアイは頭部裏側の操作リブで稼働し、腕は上腕部も前腕部も稼働。腰部の可動域をさらに広げる軟質素材パーツを同梱し、プラパーツと軟質素材パーツの選択式。3種の武器は腰部に喧嘩可能。HG ドムビッグドム箱番号59番、発売2006年1月、税込み1870円。バーニア、スカート、足の裏のパーツの交換でビッグドムになるコンパーチブルキット。バズーカはジャイアントバズーカ、ビームバズーカの2種が付属し、背後にはヒートサーベルを収納可能。HG ゴック箱番号8番、発売2000年3月、税込み880円。腕パーツの差し替えにより空中巡航形態が可能。腕の多関節機構にはボールジョイントを採用し、アイアンネイルや頭部も可動。頭頂部フリージヤード入れ口、腹部レガ粒子砲入れ口を精密に再現。 HG ジャン箱番号197番、発売2016年5月、税込み1320円。リバイブ版で手首をはじめ腕や足に二重関節を採用し、ビームサーベルの突き出しなど躍動感あふれるポージングが可能。専用ビームサーベルにはクリアパーツを使用し、専用シールドは細かな色分けを成型色で再現。 HG 陸戦型ガンダム箱番号210番、発売2018年4月、税込み1870円。スムーズな膝立ちや銃の両手持ちが可能となり、射撃ポーズの再現度が向上。シールドを立てた劇中の印象的なポーズも再現可能。 180mm キャノンは差し替えでウェポンコンテナに収納できるほか、豊富な武装が付属。 HG ガンダム EG8 箱番号155番、発売2013年4月、税込み1760円。シールドのほかビームライフルと 100mm マシンガンが付属。パラシュートパックは脱着可能。別売りの HG144/1 陸戦型ガンダムのコンテナと差し替え可能。余談ですが、胸部の白い装甲はジオン軍から脱出したパーツで作っているという設定です。 HG グフカスタム箱番号117番、発売2010年11月、税込み1760円。最大の特徴である豊富な武器が付属。ヒートロッドはリード線で再現し、シールドは複雑な分割を再現。手首パーツも豊富に付属。 HG ガンダム NT1 箱番号47番、発売2004年6月、税込み1650円。ガトリング発射ポーズは差し替えパーツで再現可能。プロポーションを損なうことなくジョバムアーマーの脱着も可能。 HG
ジムスナイパー2、箱番号146番、発売2012年9月、税込み1650円。バイザーは開閉可能。武器やハンドパーツなど、オプションパーツも充実。スナイパーライフルを構えるポーズを再現可能。劇中に登場した作業用ロボットのドラケンイが同スケールで付属。HG、ズゴックエクスペリメント、箱番号39番、発売2003年8月、税込み1320円。腕、足の蛇腹部分は節ごとにパーツ分割。物合いにはクリアパーツを使用し、両手の爪は可動式、背部に取り付け可能なジェットパックが付属。名前の最後の E、ちゃんと、エクスペリメントって読めましたか？HG、ガンダム GP01 ゼフィランサス、箱番号13番、発売2000年8月、税込み1320円。ゴアファイター2のドッキングギミックはなく、ディスプレイモデルが付属。武器はビームライフル、90mm マシンガン。ビームサーベル、シールドが付属。初期の HG なので、カメラアイやビームサーベルはクリアパーツではありません。また、シールドも色分けはなく、ホイールシールによる表現。HG、ガンダム GP01、フルバーニアン。箱番号18番、発売2000年12月、税込み1650円。胸と肩部のバーニアはオープン状態を再現。肩アーマーは前後に可動。コアファイター2のディスプレイモデルは宇宙仕様を細部まで再現。バックパックのブーストポットはポリパーツを使用してフレキシブルに可動。武器はビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属。HG、ガンダム GP02A、サイサリス、箱番号66番、発売2006年7月、税込み2200円。アトミックバズーカは、右肩の基部とシールドに収納された方針の連結ギミックを再現し、フライング形態時も構えることが可能。付属のディスプレイスタンドと本体をつなぐジョイントパーツの差し替えで、ガンダム GP01、フルバーニアンとの対決シーンを再現可能。HG、ジムカイ、箱番号113番、発売2010年8月、税込み1320円。武器は 90mm マシンガンとハイパーバズーカが付属。手首パーツは、右手の武器持ち手、左手の武器受け手に加え、左右の握り手と平手が付属。マーキングシールも付属。HG、ゼータガンダム、箱番号203番、発売2017年4月、税込み1980円。各携帯におけるベストなプロポーションと、ウェーブライダーへの差し替え変形機構を採用するという制約の中で、可動も追求。大型のハイパーメガランチャーなど、劇中で使用した多彩な武装が付属。HG、百式、箱番号200番、発売2016年8月、税込み1980円。ゴールドの装甲をメタリック成型色で再現し、カメラアイはホイールシールにより通常。デュアルアイ、操作性の3種類から選択式。プレイバズーカはバックパックに点火可能。HG、ジオ、箱番号36番、発売2002年12月、税込み2640円。フロントスカート裏の隠し腕を再現し、ビームサーベルを持つことが可能。バックパック裏側のディテールも細かく再現。武器はビームライフル、ビームサーベルが付属。HG、キュベレイ、箱番号195番、発売2015年12月、税込み1980円。二重関節採用のフレキシブルショルダーバインダーや引き出し式の肘部など、広い可動域で劇中のポージングが自由に再現可能。ビームサーベルのパーツは、ビームガン発射エフェクトとしても使用可能。ファンネルも付属。HG、ニューガンダム、箱番号86番、発売2008年3月、税込み2750円。すべてのパーツは後はめ可能。パーツの合わせ目が露出しない構造を採用。関節強度向上のために新型ポリキャップを導入し、ポージングの安定性も向上。バーニアやアポジモーターなど、細部のディテールも徹底再現。ピンファンネルも付属。HG、ハイニューガンダム、箱番号95番、発売2009年6月、税込み2420円。機体やシールドのカラーリングは、パーツ分割により組み立てるだけで再現可能。ピンファンネルは各部可動、ファンネルラックへの着脱も再現。ビームライフル、ビームサーベル、ニューハイパーバズーカ、シールド、ピンファンネルが付属。HG、ユニコーンガンダム、デストロイモード、箱番号100番、発売2009年11月、税込み1980円。劇中変形時に稼働する部位をあえて別パーツ化し、変形のイメージを強調。サイコフレームはクリア成形を採用し、発光を再現。展開したシールドとビームマグナム、予備マガジンが付属。HG、ユニコーンガンダム2号機バンシー、
デストロイモード、箱番号134番、発売2012年1月、税込み1980円。マリーダクルスが登場し、上空から襲いかかる、HG で変形機構を持たないがゆえの、劇中さながらの美しいシルエットを実現。アームドアーマー VN やアームドアーマー BS が付属。HG、ユニコーンガンダム2号機、バンシーノルン、デストロイモード、箱番号175番、発売2014年3月、税込み2200円。アームドアーマー DE や XC の展開状態を再現。ビームマグナム、リボルビングランチャーなど、特徴的な武装のディティール形状をリアルに再現し、ビーム10手射出形態も再現。HG、デルタプラス、箱番号115番、発売2010年9月、税込み2420円。ウェーブライダー形態を差し替え変形で再現。可変機であることを感じさせないプロポーションと、モビルスーツ形態でのポージング性能。頭部ではクリアパーツを採用。HG、ゼータプラス、ユニコーンバージョン、箱番号182番、発売2014年7月、税込み2640円。一部専用パーツなどの差し替えで、ウェーブライダー形態への変形を再現。両形態での安定感とプロポーションを追求。打足ですが、初期生産分には、成形2箇所とパッケージアートの誤りがありました。興味のある方は、一度調べてみてくださいね。HG、ジェスタ、箱番号130番、発売2011年9月、税込み1760円。完全新規金型で広い可動範囲を実現。シールド基部のフレーム可動を再現。多彩な武器、ハンドパーツが付属。HG、ジェスタキャノン、箱番号152番、発売2013年2月、税込み2200円。特徴的な両肩のビームキャノンと4連マルチランチャーは、上下の可動ギミックを搭載。武器やハンドパーツはノーマルのジェスタへの換装も可能。HG、スターク・デガン、箱番号104番、発売2010年2月、税込み2200円。特徴的なミサイルポットとアーマーを再現。一部パーツは取り外し可能。ロンドベルタイマーク、機体番号シールが付属。ユニコーン序盤のクシャトリアとの激闘シーンは必見です。HG、89式ベースジャバー、箱番号158番、発売2013年6月、税込み1100円。裏面のタンクを取り外すと、モビルスーツ搭載面が露出。モビルスーツを両面に搭載可能。ランディングギアやフットレストなども再現。各種アクションベースにも対応し、空中でのディスプレイが可能。HG、シナンジュ、箱番号116番、発売2010年10月、税込み2860円。シナンジュの特徴である各部スラスターの可動を再現。袖部分や胸元の複雑なエンクレービングも再現。豊富な武器パーツで組み替えにより劇中仕様を再現可能。HG、ローゼンズール、箱番号149番、発売2012年12月、税込み3080円。バラをモチーフとした特徴的なフォルムとボリューム感を忠実に再現。インコムやサイコジャマーなどアクションギミックも多彩。様々なポージングが可能。背部にある2機のバインダーは開閉可能。インコム用台座が付属。HG、クシャトリア、箱番号99番、発売2009年10月、税込み4950円。HG にして全高 155mm、バインダーを含めて 200mm 近い大きさを誇る。4機の超大型バインダーは、それぞれ自由に稼働。さらにポーズ固定のため、基部の一部にロック機構を採用。バインダー裏には大型バーニア2機、パンネル6機が収納でき、隔週でも再現。HG、V2 アサルトバスターガンダム、箱番号189番、発売2015年5月、税込み2200円。V2 コアファイターが付属し、メガビームライフル、メガビームキャノン、メガビームシールドなど、非常に多彩な武装が付属。組み替えにより、アサルト、バスター、アサルトバスターの3形態を再現可能。HG、ウィングガンダムゼロ、箱番号174番、発売2014年3月、税込み1760円。差し替えにより、ネオバード形態へ変形可能。ツインバスターライフルは連結、分離可能。肩のマシンキャノンも展開可能。オプションパーツセットガンプラ01、レールストライカー、発売2024年5月、税込み1210円。完全新規造形で、別売りのエントリーグレード、
ストライクガンダムやその他 HG アイテムにも対応可能なジョイントパーツ、バズーカやグランドスラムなどの武装も付属。ちなみにこちらとエントリーグレードストライクガンダムライトパッケージ550円を組み合わせると合計1760円で、ハイグレードエールストライクガンダム1430円よりも330円高くなりますが、ハイグレードにはグランドスラムやバズーカが付属しません。HG 知らぬい暁ガンダム発売2006年1月、税込み2640円、全身金メッキパーツで再現、片部にダブルボールジョイントを採用、受動部軸にはディテールを追加、スラスターやドラグーン基部が稼働するバックパックのドラグーンは全て着脱可能で、攻撃形態を演出するビーム発射形態も再現、ビームなぎなたビームライフルはサイドアーマーに装着可能。HG 大和紙暁ガンダム発売2006年4月、税込み2640円、機体の金色部分は金メッキで再現、大和紙に装着されているビームキャノンはカバーをスライドさせるとグリップがせり出し発射形態に変形、脇下を通らせ前方に構えることが可能、大和紙は単独で戦闘機形態に変形可能、ビームライフルビームなぎなたはサイドアーマーに着脱可能、暁大和紙のガンダムデカールが付属。HG ガンダムアストレイブルーフレームセカンドL発売2013年5月、税込み1870円、ソードフォームフライトフォームガトリングフォームの3形態への変形を再現、専用台座が付属し大きな剣も片手持ちでのディスプレイが可能、アーマーシュナイダーが2本付属。 HG ガンダムアストレイレッドフレームフライトユニット装備発売2013年8月、税込み1870円、フライトユニットは脱着式でノーマル状態も再現可能、鞘に収納可能な超灯ガーベラストレートや爆風ヘッドシールドやビームライフルなど多彩なオプションパーツが付属。HG ガンダムアストレイゴールドフレーム甘つみな発売2013年9月、税込み1980円、バックパックの展開によりボリューム感のあるダイナミックなポージングを再現、攻防一体の盾であるトリケロスカイ、展開式クロウのツムハノたち、敵のエネルギーを奪うマガノイクたちなど各種武装をギミック満載で再現。 HG マイティストライクフリーダムガンダム発売2024年5月、税込み2970円、両足の股関節の接続軸が個別で上下にスイング可動、ゴールド部分は金属光沢感をアップさせたリアルメタリックグロスインジェクションを、発光表現は 3D メタリックシールを採用、クラウドディフェンダーは単体でディスプレイ可能、角御霊の刃は質感の違う2種類の表面仕上げ、機体部キャノンの開放状態をパーツの差し替えで再現、ヨーブレールガンは展開して一斉射撃状態を再現、ビームサーベルやビームシールドなど豊富な武装のほか、ビームサーベルの連結用グリップも付属。 HG ギャンシュトロームアグネスギーベンナート専用機箱番号247番、発売2024年4月、税込み3190円、肩アーマー接続部のスライド機構により腕部の可動域を拡大、ビームアックスは付属の格納用グリップの差し替えで腰部へマウント可能、胸部アーマーを展開しガトリングパーツを差し込むことでガトリングの展開状態を再現可能、上着装備可能なヒートロッドパーツ、シールドに取り付け可能なエフェクトパーツが付属。HG ガンダムキマリスビダール発売2017年3月、税込み1540円、大型のドリルランスや腰にマウント可能な刀を装備し、膝部のドリルニーの刃パーツが付属、背部サブアームはフレキシブルに稼働、シールドの差し替えによりドリルランス発射形態を再現可能。HG ガンダムエアリアル発売2022年10月、税込み1430円、シールドは11のビットステーブに分離して機体各所に接続可能、シェルユニットはインモールド成形パーツやクリアパーツとの組み合わせによる再現で、発光状態と非発光状態の選択式、粘着面に絵柄が印刷されたダブルサイドシールは透明パーツの内側から貼ることで透明感と奥行きを再現。 HG ガンダムシュバルゼッテ発売2023年7月、税込み2090円、多彩な形態を再現可能な多目的攻防プラットフォームガーディアンが付属、機体背部に装着が可能、ガーディアン内部のシェルユニットはプラスチックシールで再現、首・腰部のボールジョイントは空間を設けた構造で前後傾の姿勢にも対応、左の開き手が付属。 RG ゼータガンダム発売2012年11月、税込み3300円、 RG 独自の実機構想によりゼータガンダムの機構をリアルに再現、144分の1スケールで完全変形を実現。
リアルグレードガンダムマーク2エウーゴ仕様、発売2012年5月、税込み2750円。コクピットハッチは開閉し、バックパックや膝裏関節の伝達パイプは布製パーツで質感豊かに再現。RG ガンダムマーク2キターンズ仕様、発売2012年4月、税込み2750円。コクピットハッチは開閉し、バックパックや膝裏関節の伝達パイプは布製パーツで質感豊かに再現。RG ハイニューガンダム、発売2021年9月、税込み4950円。各関節の可動と連動して走行がスライドするマルチリンクギミック搭載。各部アーマーをスライドさせ、メカニカルな内部フレームを露出させることが可能。腰部アーマーには接続ジョイントを搭載し、脚部可動を阻害しない設計。脚部が広範囲に可動し、膝をしっかりと設置可能。RG ユニコーンガンダム、発売2017年8月、税込み4180円。144分の1スケールという制約の中で限界を超えた変身を実現。3つのギミックを搭載した新機構、アドバンスド MS フレームワークが、組み立て後の高い安定性と各部の可動を両立。RG シナンジュ、発売2016年8月、税込み4180円。背面のフレキシブルスラスターは内部メカを見せながら開閉可能。金色のエングレービングはメッキ加工で、ベースとなる赤はクロスインジェクションで、それぞれ質感を表現。RG ウイングガンダムゼロエンドレスワルツ、発売2014年12月、税込み2750円。大気圏突入時の耐熱と機体防御を考慮し、翼の走行構造を羽状モールドで表現。翼の可動機構や、より鳥の翼に近い3次元的な可動と曲線形状と、フレーム部のみでも可動可能なゼロフレームを再現。ツインバスターライフル合体も可能。RG ガンダムエピオン、発売2023年9月、税込み4620円。股関節にロック機構を採用し、変形と可動を両立。肩アーマーが展開し、両手でビームソードを振り上げる力強いポージングにも対応。モビルアーマー形態では角と口が開き、表情演出が可能。ヒートロッドにはアドバンスド MS ジョイントを採用し、ビームソードとマウントラッチをつなぐケーブルはリード線を採用。RG エールストライクガンダム、発売2011年4月、税込み2750円。ナイフであるアーマーシュナイダーが2つのほか、ビームライフル、ビームサーベル、シールド、同スケールの立ち状態のキラヤマトのフィギュアが付属。RG ガンダムエクシア、発売2014年4月、税込み2750円。GN ドライブは脱着可能。GN コード、GN コンデンサー、GN 粒子供給コードをリアルに再現。開発コードのセブンソードの由来となった7つの剣、そしてシールドが付属。GN ソードの刃の部分はメッキパーツを採用。マスターグレード、グフ、バージョン 2.0、発売2009年5月、税込み4180円。内部構造の一部をマスターグレード、ザク 2J 型、バージョン 2.0 と共有し、柵の改良強化型という設定を再現。サイドアーマーはフロントアーマーの動きと連動し、後方へスライド可動。動力パイプはさらなる組みやすさを追求した方式に変更。ヒートロッドは球体ジョイントによる連結構造で再現。同スケールのランバラル、クラウレハモンのフィギュアが付属。マスターグレード、ドム、発売2022年2月、税込み5500円。初期版に対し、腕部の形状や関節機構を変更してジャイアントバズの構えがスムーズに決まるほか、股関節や足などの形状変更等でかがんだポージングをさらに美しく再現。ジャイアントバズ、ヒートサーベルのほか、リックドムには付属しない夜景天罰、シュツルムファウスト、90ミリマシンガンと交換マガジンが付属。マスターグレード、サザビー、バージョンカトキ、発売2013年12月、税込み9900円。無塗装でも金属の質感が得られる素材をシルバーフレームに採用。ファンネルコンテナハッチは開閉可能で、6機のファンネルは着脱式。アポジモーターのカバーは展開可能。ビームショットライフル、シールド、ビームトマホーク、ビームサーベルに加え、ロングライフルも付属。エモーションマニピュレーター SP で指の全関節が可動。マスターグレード、フルアーマーユニコーンガンダム、バージョンカトキ、発売2011年12月、税込み8800円。ビームライフル、バズーカ、ハンドグレネードなど付属する武器は全9種27アイテム。背部の巨大スラスターを支えるサポートスタンド付属、94式ベースジャバーを再現可能。
マスターグレードシナンジュ発売2013年3月税込み8250円。骨格フレームの素材は ABS 樹脂から塗装可能な PS 素材に変更。劇中でも使用したシナンジュバズーカが付属し、後進には伸縮ギミックを搭載。マスターグレードガンダム F91 バージョン 2.0 発売2018年5月税込み4400円。頭部はフェイスオープンギミックを搭載した頭部と皮変形の2種が付属。レスパーは展開可能でビームランチャーやビームシールドなどの武装も付属。腹部には別売りの発光ユニットを取り付け可能。マスターグレードウイングガンダムゼロエンドレスワルツ版発売2004年10月税込み4180円。鳥の羽をモチーフにした翼には翼面積が拡大する可動ギミックを搭載。エラストマー素材を小羽に使用し、翼の変形により大気圏突入形態を再現可能。片部のマシンキャノンは開閉式バスターライフル射撃形態再現用にディスプレイスタンドが付属。マスターグレードガンダムデスサイズヘルエンドレスワルツ発売2011年2月税込み4950円。トリプル XG フレームを採用。ちなみにトリプル XG フレームとはウイングガンダムゼロから派生した5体のガンダム、ウイング、デスサイズ、ヘビーアームズ、サンドロック、シェンロンのうちウイング以外の非変形4体に対応するための新たなフレームです。アクティブクロークに新ギミック搭載。羽ばたく姿やクローズ状態を自然に再現可能。マスターグレードデスティニーガンダム発売2007年10月税込み5280円。高エネルギー長射程ビーム砲は展開時にセンサー部がせり出すギミックを搭載。ビームライフル、シールド、ビームブーメラン、体感灯アロンライト、高エネルギー長射程ビーム砲などの武器が付属。新アスカ、ステラルーシェの100分の1スケールフィギュア専用スタンドが付属。マスターグレードダブルオークアンタ発売2010年11月税込み4950円。ソードギミックの合体分離ギミックを完全再現。 GN シールドのビット発射形態を新機構として採用。マスターグレードならではのパネルライン、モールドの再現。各部レンズはクリアで鮮やかに再現。マスターグレードダブルオーライザー発売2011年5月税込み7150円。ダブルオーガンダム本体だけでなくオーライザーの一部にも内部フレーム構造を採用。コクピットブロックのハッチオープンが可能。オーライザーバインダーの開閉ギミックを再現。 LED ユニットで GN 粒子発光状態を再現。 GN シールドや GN ソード2、GN ビームサーベルなどの付属武装は新たにデザイン。粒子貯蔵タンクも付属。マスターグレードガンダムキュリオス発売2020年5月税込み5500円。ハンドパーツ部分はアニメと同様の変形機構を再現。筆部のジョイントに接続する GN ビームサブマシンガンは交換可能。無線グリップは設定通り2つの武器に取り付けが可能。 GN シールドは展開可能。さらに接続部が回転することで様々なポージングが可能。 GN ハンドミサイルユニットは腕部にも装備可能。マスターグレードガンダムバーチェ発売2021年11月税込み8800円。最大の特徴でもあるガンダムナドレーの換装を実現。両肩部の GN キャノンは砲身が伸縮、機体上部へ移動させ攻撃形態も再現。ナドレー専用のシールド、 GN ビームライフル、エフェクト、 GN ドライブ、太陽炉のほか同スケールのヒエリアのフィギュアがパイロットスーツ、ドレス姿の2種類付属。パーフェクトグレードガンダムアストレイレッドフレーム発売2009年3月税込み19800円。膝の可動とアーマーの連動ギミックはまさにアストレイの真骨頂ともいえる機構。スネフレームの伸縮とひねりも再現。頭部カメラアイは別売り電池で発光。コクピットシートのスライド機構も再現。ガーベラストレート、ビームライフル、ビームサーベル、ビームシールド60分の1のローギュールのフィギュアが付属。機体解説書やオリジナル漫画も付属。ちなみにガーベラストレートは日本語に訳すと菊一文字です。パーフェクトグレードガンダムエクシア発売2017年12月税込み19800円。太陽炉 GN ドライブに着目し、 GN 粒子が全身に伝達していく機構を徹底交渉。そこから導き出したデザインアレンジと内部フレーム構造を具現化。メタリックシールを採用し、光の反射によって発光箇所を表現。発光には別売り税込み15400円の LED ユニットが必要です。SD ガンダム EX スタンダードニューガンダム発売2020年12月税込み660円。ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属。各所に 3mm ジョイントを搭載し、
HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダム EX スタンダードサザビー発売2020年12月税込み660円。ビームショットライフル、ビームトマホーク、シールドが付属。各所に3ミリジョイントを搭載し、HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダム EX スタンダードシナンジュ発売2017年3月税込み660円。 HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。 SD ガンダム EX スタンダードエールストライクガンダム発売2016年7月税込み660円。 HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダム EX スタンダードガンダムエクシア発売2016年7月税込み660円。 HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。 SD ガンダム EX スタンダードガンダムエアリアル発売2022年10月税込み660円。ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属。ライフルは背中に、シールドは分離させて本体肩に接続可能。 HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。アクションベース1ブラック発売2006年1月税込み605円。アーム部分が伸縮し、高さ調整が可能。ジョイントキブの角度調整が可能。ジョイントパーツは根元より取り外して水平方向に回転可能。レース同士を複数連結することで自由度の高い飾り付けが楽しめる。多彩なジョイントパーツも付属。アクションベース1グレー発売2007年2月税込み605円。アーム部分が伸縮し、高さ調整が可能。ジョイント基部の角度調整が可能。ジョイントパーツは根元より取り外して水平方向に回転可能。レース同士を複数連結することで自由度の高い飾り付けが楽しめる。多彩なジョイントパーツも付属。アクションベース1クリア発売2007年10月税込み605円。アーム部分が伸縮し、高さ調整が可能。ジョイント基部の角度調整が可能。ジョイントパーツは根元より取り外して水平方向に回転可能。レース同士を複数連結することで自由度の高い飾り付けが楽しめる。多彩なジョイントパーツも付属。アクションベース2ブラック発売2007年6月税込み495円。144分の1スケールに最適なサイズ感で、メカモールドの入った台座は連結可能。キットを取り付ける支柱は高さや向きの調節可能。アクションベース1とも連動、支柱を取り外しアクションベース1にジョイント可能。アクションベース2グレー発売2007年7月税込み495円。144分の1スケールに最適なサイズ感で、メカモールドの入った台座は連結可能。キットを取り付ける支柱は高さや向きの調節可能。アクションベース1とも連動、支柱を取り外しアクションベース1にジョイント可能。アクションベース4クリア発売2017年12月税込み660円。100分の1スケールに最適なサイズ感で、組み立てにはドライバー不要。支柱と台座が3枚付属し、支柱は連結して長くして使用することも、分割して2つにして使用することも可能。多彩なジョイントパーツも付属。アクションベース6クリアカラー発売2022年10月税込み660円。144分の1スケールや30ミニッツシスターズなど、小柄なプラモデルのディスプレイに最適で、2セット同梱。3本組の支柱パーツが2セット付属。先端は軸接続のジョイントと C 型アームの選択式。カスタマイズマテリアル、チェーンパーツ、マルチジョイント発売2023年3月税込み660円。カスタマイズマテリアル 3D メタリックシール2発売2024年1月税込み528円。メタリックレイヤーを挟み込んだ立体感のあるプラスチックシール。カラーはパープル、ブルー、シルバーの3色。貼り付けるだけで簡単にセンサーやレンズ等の発光イメージの演出が可能。 HG バーグラリードッグ発売2024年5月税込み3850円。ローラーダッシュや膠着機構、アームパンチを再現可能。バーグラリードッグならではのトランプルリガーやドロッパーズホールディングガンは展開。ターレットレンズは 3D メタリックシールを採用し、左右のスライドと回転が可能。ヘビーマシンガンと 3mm ジョイントとの互換性を高めるカスタマイズ用外装パーツが付属。
HG アンプリファイド IMGN UO 丸発売2024年5月税込み6600円。迫力の全高約 170mm で鳳凰形態への変形が可能。機体各所のゴールドメッキはマットな仕上がりで高級感を演出。ゴールドメッキの刀身に 3D メタリックシールで文様を再現した交流剣。鳳凰形態用の開閉ギミックを搭載し、交流剣の収納も可能なシースシールド、レッドシート製のエフェクトディスプレイ用台座が付属。30ミニッツミッションズ、アルト、空中戦仕様、ネイビー、発売2019年12月、税込み1980円。30ミニッツミッションズ、スピナティオ、戦国仕様、発売2021年4月、税込み1408円。ビームライフル、太刀、武者アーマーなどが付属。30ミニッツミッションズ、スピナティオ、ナイト仕様、発売2022年11月、税込み1628円。ナイト仕様ならではの武器や着脱可能なアーマーが付属。ソードはシールドに収納、背部に取り付け可能で、付属するグリップパーツを使えば、他の機体でもシールドを装着可能。30ミニッツミッションズ、スピナティア、コマンド仕様、発売2022年3月、税込み1408円。30ミニッツミッションズ、プロベデル、発売2023年7月、税込み4400円。30ミニッツミッションズ史上最大スケールの全高約 200mm。ライドオン形態ではバックパックとワニスチューブをつないで別売り、既存キャラの登場が可能。付属の大型武器は分解して登場部への接続が可能。3mmC タイプの各ジョイント、ディテールカバーパーツ等のマルチジョイントがセットになったランナーが付属。30ミニッツミッションズ、アチェルビー、タイプ C、発売2024年2月、税込み1958円。30ミニッツミッションズと30ミニッツシスターズの中間のような構造で、双方のフェイスパーツ、腕部、脚部が双方に取り付け可能。サブマシンガンはビームソード部分が分離。頭部バイザーは差し替えで上下に調整可能。頭部背面のバインダーを左右に展開することでシルエットが変化。30ミニッツミッションズ、エグザビークル、タンクバージョン、オリーブドラブ、発売2020年7月、税込み858円。タンク形態のほか、各機体と組み合わせてビークル形態を再現可能。30ミニッツミッションズ、エグザビークル、小型量産機バージョン、発売2021年12月、税込み858円。シリーズ初のコックピットパーツが付属。30ミニッツミッションズ、エグザビークル、ヒルトローラーバージョン、発売2023年9月、税込み1078円。既存のアイテムに接続し、飛行演出が可能。本商品を2セット組み合わせれば、ドローンモードも表現可能。チェーンガンを内蔵し、引き出し、回転が可能で、分解すればカスタマイズパーツとしても使用可能。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセットに、発売2020年3月、税込み660円。ロケットランチャー、サイルポッド、スモークディスチャージャー、追加ブースター、爆発反応装甲、サイドアーマー、脚部延長パーツ、フック、各種共通ジョイントが付属。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセット9、大型ブースターユニット、発売2022年8月、税込み858円。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセット11、大型キャノン、アームユニット、発売2023年1月、税込み968円。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセット15、発売2024年1月、税込み968円。2種類の大中小の丸型バーニアが2セット、四角型のバーニアが2セット、ダクトパーツが2セット付属、カスタマイズに欠かせないマルチジョイントがセットになったランナーも2種類付属。30ミニッツミッションズ、マルチブースターユニット、発売2019年8月、税込み660円。レッグユニット左右のマルチブースターユニット。30ミニッツシスターズ、ティアーシャ、発売2021年9月、税込み2530円。ティアーシャ本体のほか、タンポ印刷のフェイスパーツは3種類が付属。剣や盾を中心とした武装も付属。30ミニッツシスターズ、ファルファリーナ、発売2022年6月、税込み3300円。肌の色はティアーシャと同じカラー B で、表情と武装手足の成形色を変更し、
さらに武装パーツを充実させたギアー社の豪華版のようなキット、簡易版のディスプレイスタンドも付属。30ミニッツシスターズガラネル発売2022年12月、税込み2750円。全高約 125mm のシリーズ最小サイズ。胸部、腹部、腰部の胴体が T 型の新規造形で地面にペタッと着座可能。別売りのリリネルと合わせればフル装備状態に強化できるほか、交差する視線や手をつなぐ演出も可能。30ミニッツシスターズ東海帝王フロムウマ娘プリティダーリー発売2023年3月、税込み4070円。スカートは足の可動に対応可能なシート状の素材を採用。3種のタンポン印刷の表情パーツと各種ハンドパーツ、ジョイントパーツが付属。クリア成形のディスプレイベースと足首固定ジョイントパーツにより走るシルエットをすっきり見せるディスプレイが可能。去年9月に発売したフィギュアライズスタンダード版よりも税込み220円お高くなっております。30ミニッツシスターズ桜木マノ発売2023年10月、税込み4180円。タンポン印刷の表情パーツ3種が付属。前髪はパーツ交換で髪飾りのない状態を再現可能。胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を。スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。一部パーツにはラメ入りのスモーククリア素材を採用。マイクやマイク用ハンドパーツも付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット6チェイサーコスチュームカラー A 発売2023年2月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、レッドのミディアムヘアスタイルパーツとマスクパーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット7ビビルコスチュームカラー A 発売2023年3月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、パープルのミディアムヘアスタイルパーツと角パーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット8スカウトコスチュームカラー C 発売2023年8月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、ピンクのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、耳パーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット9コマンダーコスチュームカラー C 発売2023年9月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、パープルのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、インカムパーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット10リーパーアーマー発売2023年9月、税込み880円。大型の鎌、ハサミであるシザー、剣がセットになった武器セット。シザーは分離して2本の刀としても装備可能。大型剣の刀身は接続ジョイントを使用することで尻尾アーマーとして背部に装着可能。シリーズ共通の汎用ジョイントランナーと太ももパーツ、30ミニッツミッションズ脚部接続パーツが付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット11ファングコスチューム発売2024年1月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、ナイトパープルのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、チンガードパーツ、通常頭部パーツ2つと無印刷のフェイスパーツが口閉じ状態、口開き状態の2種類付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット12リーパーコスチューム発売2024年3月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、ピンクのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、コウモリ型のパーツ、通常頭部パーツ2つと無印刷のフェイスパーツが口閉じ状態、口開き状態の2種類付属。胸部パーツは新規造形パーツだけでなく従来形状のパーツも付属。30ミニッツシスターズオプションボディーパーツタイプ A03 カラー C 発売2023年5月、税込み880円。ルルチェ、シアナーマルシアと同じボディサイズ、同じ肌の色で、フィギュアライズスタンダードスレッタマーキュリーにも他のアームパーツ、レッグパーツを使用すれば取り付け可能。30ミニッツシスターズオプションボディーパーツタイプ S04 カラー C 発売2023年6月、税込み880円。ボディサイズはルルチェ、シアナーマルシアのタイプ A よりも少し大きく、リシェッタなどのタイプ G よりも小さい中間サイズ。ルルチェ、シアナーマルシアと同じ肌の色で、フィギュアライズスタンダードスレッタマーキュリーにも他のアームパーツ、レッグパーツを使用すれば取り付け可能。30ミニッツシスターズ
オプションボディーパーツタイプ S05 カラー A 発売2023年11月税込み880円オプションボディーパーツ S03 のカラーバリエーションボディーサイズはキアー社のタイプ A よりも少し大きくリシェッタのタイプ G よりも小さい中間サイズシャニマスの3人やネバリアのほかフィギュアライズスタンダードミオリネレンブラントも同じ肌の色で取り付けも可能リングパーツなどのジョイントパーツは中高樹脂を採用30ミニッツシスターズオプションボディーパーツタイプ S06 カラー B 発売2023年12月税込み880円オプションボディパーツ S01 のカラーバリエーションボディサイズはケアー社やファルファリーナのタイプ A よりも少し大きくリシェッタやアルタカルティのタイプ G よりも小さい中間サイズケアー社やファルファリーナララネルとも同じ肌の色リングパーツなどのジョイントパーツは偏光パール樹脂を採用30ミニッツシスターズオプションヘアスタイル&フェイスパーツセット肩の日和八宮めぐる発売2023年10月税込み2750円肩の日和八宮めぐるそれぞれのヘアスタイルパーツと各2種類の短本印刷フェイスパーツのセット繊細な髪の流れを丁寧に立体化しポーズに合わせてなびく動きを表現衣装のデザインに合わせて髪飾りの着脱が可能前髪パーツの交換で髪飾りのない状態も再現30ミニッツシスターズオプションハンドパーツホワイトブラック発売2022年1月税込み660円白と黒のそれぞれ4種のハンドパーツに加えカラー A の後頭部パーツ左右可動と前後可動の首パーツも付属30ミニッツシスターズ水転写式デカール汎用1発売2022年7月税込み660円別売りのオプションパーツシリーズに付属の無塗装フェイスパーツに使用してキャラクターの表情を豊かに表現可能主にリシェッタ、ティアーシャ、ブルチェベースのアイプリント30ミニッツシスターズ水転写式デカール汎用に発売2023年8月税込み660円別売りのオプションパーツシリーズに付属の無塗装フェイスパーツに使用してキャラクターの表情を豊かに表現可能主にアルカカルティ、ファルファリーナ、リリネル、ダラネルベースのアイプリント以上2024年6月新発売11アイテムと再販124アイテムのご紹介でした。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃんねー。